昨日のあらすじ。無事少年、今春から新高校生。同じ中学の友達はクラスにゼロ。そして学校始まってすでに3日、周りがどんどん友達を作り始めている中、むしろまだ友達できたとは言い難い状況。じゃあ作ればいいじゃん。いや、そんな簡単に作れたら苦労しねえから。友達作りなめんな。なんか怒られた。そんなん友達なんて話しかけたらあっという間にできるだろう。いやいや、だからね、そこの君、陽気、社交性抜群、自分からグイグイいけちゃう。そんな人だったらまあ友達だってすぐにできるよ。だけど陰気、この小、人見知り、おとなしい性格、そういうタイプの友達作りなめんな。夏休みの宿題初日に終わらせるより大変だぞ。いや、難易度高いのおい。いや、あらすじが陰気は友達作るの大変しか伝わらんかったわ。神様、話が違うじゃないですか。昨日の動画見ていない方のために軽く説明しますと、日本人はシャイだから、アメリカ人になってフレンドリー、友達作ろうぜ作戦。神様の力でアメリカ人になるも日本語わからない、挨拶で異性にハグでドン引きされ、さらに孤立した主君でした。いやー悪かった。じゃあ今度はアピールしよう。アピール？何の？それはもちろん、友達欲しいですアピールだ。友達欲しいアピール？そうだ。最近私がハマっている米津さんも歌詞でこう言っている。神が J-POP ハマるって。愛されたいならそう言おうぜ。思ってるだけじゃ伝わらないね。は、ということは。そう、友達欲しいならそう言おうぜ。思ってるだけじゃ伝わらないぞ。なるほど、確かにそうだ。でもそれを言うのが苦手なわけで。ふ、そこは神様だぞ。ちゃんと考えておるわ。立ってるだけでお主が友達欲しいのが伝わるようにな。おお、さすが神様。じゃあ明日はその作戦でレッツメイクフレンズ。ちょっと豊姫、あんた見た？正門の不審者。見た見た、なんか朝7時からずっとあそこにいたらしいわよ。正直ね、あれじゃ逆に近寄りがたいというか、友達になれないというか。それな、ちょっと怖かったもん。投稿時間1時間以上ここでこれ持ってたのに。一人も話しかけてくれるどころか、ほぼ全員変な目で見てきた。そりゃそうだろ、だって絶対お前変なやつやん、客観的に見て。そして私思ったの、こんないろんな学年、クラスの生徒が通る登校時間の正門で、これ持って立てるメンタルあるならクラスで自分から話しかける方が絶対楽。話が違うじゃないか神様。神様ダメじゃないですか。誰も話しかけてくれなかった。なんだと？友達欲しいアピール大作戦でも無理とは。どんだけシャイなんだ。君の高校の生徒たちは。シャイとかそういう問題じゃねえよ。単純に変なやつ、危ないやつって判断されたんだよ。わかったぞ。ただ友達が欲しいのをアピールするだけじゃ足りなかったんだ。どういうことです？人間一人が付き合える人の数は限られている。例えば一人の人間に、友達が100人もいたら付き合いきれないだろう？確かに、1年間でも絶対に全員と遊んだりは無理だ。そう、だから膨大な数の人類の中から君が友達に選ばれるためには。ためには？自分と友達になった場合、こんなメリットがあります。そこをアピールしなくちゃいけなかったんだ。いや絶対違う。なるほど、それをアピールすれば向こうから友達になってくださいと来るかもしれない。そういうことだ。ってことで明日頑張るのだ。ゆっくりなめ高校の皆様、おはようございます。1年 C 組、主でございます。爽やかな朝ですね。いやマジで何してるの。本日はお友達募集、私とお友達になるとどんなメリットがあるのか、それを伝えさせていただきたく、今この場に立たせていただいております。おいこらインっておとなしい性格だったろお前、こんなんできるのおかしいだろ。ふ、神様にみんなの前で演説するメンタルをいただいたのだ。いやそんなんよりクラスメイトに話しかける勇気もらえ。なんだあいつ。まず私の友達になった赤月には、英語を教えてあげられます。こう見えましてもトイック900点以上、英検1級程度の英語力がございます。そしてお勉強以外にも娯楽、私ゲームに漫画が大好き。家には大量のゲーム機にソフト、様々なジャンルの漫画がございます。私と友達になり、私の家に遊びに来れば、ゲームやり放題、漫画より放題、どうですか？魅力的でしょ。いやなんか危険そうなので行きません。こんな感じでアピールをするも。友達できなかったでしょうね。しかも神様もいつの間にか消えてるし。あのアホ神、作戦がことごとく失敗で逃げたな。もういいや、もう疲れた。もうクラスの隅で静かに暮らしていこう。あらら、諦めちゃった。あれ、それって最新型のバナフォンじゃない？そうだけど。まだ発売したばっかなのにすごい。スマホとか最新の好きで。ちょっと見せて。操作性はどんな感じ？いいよ。あ、最初の自己紹介で知ってると思うけど僕高橋、主君だよね。これからよろしく。メカニトリ、よろしく。よろしく。些細なことで、
友達ができた。はい、ということで最後はちょっとハッピーエンド？以上、友達作ろう大作戦でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。